で今ね、ペルーのリマにいてガーデンというところ日本人系のところに今来てます。で、今回2回目の利用なんだけど、まあ、日本食ということで、まあ、この焼きそばとあと野菜炒め食べます。まあ、こんな感じで野菜炒め、いやこっちは焼きそばか、結構太いですね、うどんみたいな感じです。これ結構美味しいですよ。これ大体800円ぐらいです。こっちも大体800円ぐらいなんだけど、野菜炒めです。いいですね。火の通り加減が結構良くて。で、今回このクスコのクスケーニャっていうビールを飲んでますけど、こんな感じで飲んでます。まあ、ちょっとなんかちょっとだけ癖があるかな、ピルセンとかに比べたら。でも全然飲めますね、美味しいですよ。で、まあ、こんな感じであのガーデンということで、日比の日本とペルーの文化会館の近くにあるので、ぜひ皆さんここら辺に泊まるのであればぜひ来ていただきたいです。